おはようございます。さあ今日も案内いきますね。さあ早速参りましょう。はい、今日はですね、島根から定置門の横筋笛台が入荷しております。まあまあちょっとサイズ近いんですけどもね、まあまあ珍しいです。いつもね、赤むつであったり頭であったり、そうですね、あとカンパチ、アマダイなどこうずっと定期的に入荷あったんです。今日はねこの横筋笛台が入荷ありましたね。まあまあこちらはねサイズちょっと近いです。こちらのサイズであればねちょっとこう作りにはしんどいんで、塩焼きが最適のお魚となっております。はい、そしてね、九州は鹿児島からですね、梅色ですね。はい、よう超えてますね、梅色です。はいよ。さあまあこちらはね、お造りですね。はい、梅色ちょっとこう高値なんですけどもね、梅色が入荷しております。はい、そして、こちらですね、熊本から大門旗です。はい、お造り煮付けが最適のお魚ですね。今日はね、熊本からね、結構入荷しております。さあこちら流れますね。はいはい、とても綺麗です。天然のカンパチですね。こちら近いですけどもね、よく超えております。お造りですね。はい、お造りが最適のお魚ですね。はい、続きまして、はい、よいしょ、こちらも熊本県からですね、うちわハゲです。はい、よし、こんな感じですね。はい、中サイズです。まあこちらもね、お造り、薄造り、そしてね、鍋ですね。肝もたっぷり入っております。はい、さあそれから今日は結構多かったですよ。はい、しましょう。アオリイカです。はい、今日もアオリイカね、大きいサイズから、こちらはね一番ちっこいサイズですけども入荷しております。でもね、まあ、ちっこいサイズとはいえ結構重量感があってね、しっかりしております。こちらお造り、また塩焼き、ゲソはもう塩焼きですね。そして、エンペラ耳は天ぷらが最適のイカとなっております。はい、これはおすすめです。そしてまたこの前ですね、こいつは長崎五島から、チカメ金時が入荷しております。はい、こちらもね、順調よく入荷してますけどもね、まだまだね、スーパー百貨店にはなかなかちょっとこう並んでないんでね、皆さんバイヤーさんに、店長さんにね買っていただいて、このお魚広めていきたいと思います。はい、さあそして福島からメヒカリです。はい、今日はね、ちょっとこう可愛い小筋のサイズですけどもね、メヒカリが入荷しております。こちらはね、もうこのまま鱗、頭、内臓も取らず、もうそのまま揚げてください。はい、とってもね、ふんわりしてとても美味しいメヒカリです。これは美味しいです。もう二度揚げすることはまずないです。ふんわりとすごく美味しいお魚です。こちらもね、たくさんたくさん売り場の方にね、並んでいただいて、皆さんにね、召し上がっていただきたい私一押しのお魚です。はい、そして、福井県からですね、サゴシです。はい、かわいいサゴシですね。はい、そして石川県は少し大きいサゴシですね。こちらはまあ6入りサイズと8入りサイズですね。こちらもね、身質とても良かったです。もちろん木寿司でもできる鮮度の良さですけどもね、鍋商材、うどん好きに最適のお魚となっております。はい、そしてですね、今日結構
ヒラマサが少なかったんですけども、カンパチがね、そこそこ入荷しておりました。これまたこれまたなんか餌食っとる、これ小アジですね。はい、小アジを食べております。はい、餌見てもね、これ鮮度がいいですね。よっ、これ取れへんな。よし、これ取りませんね。これね、小アジを食べておるんですね。はい、こちらもね、可愛いサイズですけどもね、ふっくらしております。お作りに最適のカンパチとなっております。さあ、今日の天然ぶりですね、羅臼からと噴火湾ですね。今日はね、噴火湾の天然ぶりが結構多かったですね。よしよし、行こう。とてもよく超えてますね。これ血穴生け締めにしとるな、これ。はい、こちらはね、9キロサイズのブリですね。とても脂が乗っております。もうぼちぼち照り焼きも美味しい季節になってまいりました。はい、今日はね、なんせとても安く、入荷しております。もうね、大概のお客さん今日は北海道を持って帰りはりました。スーパー、百貨店、またお魚屋でね、北海道のブリがたくさん並ぶと思います。ぜひね、この機にね、この北海道のブリをね、一度食べてみてください。もちろんお作りむちゃくちゃ美味しいです。そして、まあまあ塩焼きも美味しいんですけども、照り焼きがおすすめです。そしてね、アラの部分も安く販売されると思うんでね、こちらのアラの部分で、お味噌汁でもいいですし、かす汁でも美味しいですし、あとね、煮付け、そしてまた大根とね、一緒に煮付けてくだされば、とても美味しいおかずの一品の出来上がりとなります。まあこういった感じでですね、日々順調よく大阪中央市場利州はですね、入荷しております。どうかね、このよし、北海道の美味しいブリでね、皆様がどうか笑顔になりますように頑張ってまいります。はい、今日の案内は以上です。どうぞ。はい、おはようございます。本日ちょっと紹介したいのは、この長崎五島から来た、スエフクダイ。これ近年生まれるめっちゃくちゃすごい、体高も良くてすごい超えて油もあって、これ久しぶりにこんなすごいフェイク見ました。今日はこれを紹介したくて、この一品だけなんですが、すごいです。今日は以上になります。ありがとうございます。はい、毎度です。今日はアイスランドから、ナガスクジラ、よいしょ、で一応まあクジラでもイワシクジラとかナガスクジラ、イワシクジラとかミンクか、ミンククジラとかあるんですけど、一応評価は高い方の、クジラになります。でこれが 赤肉ですね。で赤肉の貝と、まあ、もちろん生食で、おすすめ食べ方は、まあ、生姜醤油かごま油塩っていうふうに、はい、一応聞いてますね。うん、そんなところですかね。はい、以上です。はい、おはようございます。本日の商品案内ですけど、まあこれから年末にかけてこう、いくらとかそういうふうなのがいいかなと、まあ、今年はねちょっと量が少なくて、ちょっとまあ、高値で、いくらもちょっと値段が上がってます。まあ、ねえねえ、こういったいくら、味付けいくらで、まあ、丼とかして食べていただいてもいいですし、ね、まあ、寿司とかそういうふうなに入れていただいてもいいかなと思います。まあまあ、粒も大きいし、こういった北海道の秋鮭のいくら、卵を使ってるんで、まあ玉も大きいし、
まあ、こういったいくらで、まあ、どんぶりとか寿司とかでやっていただいたらいいかなと思います。はい、以上です。